どうもすみません。週刊賞トライアル、シオンステークスの方終わりましたんで、こちらの方の反省、言い訳、結果分析まがいのことをしていきたいと思います。あのー、まあ、ちょっと土曜日のババアとかレースとか見てて、もしかしたら入れ替わりの激しいレースになるかなっていうような、そういったような感じがあったんですけれども、まあ、実際レースは入れ替わりの激しいスタミナとパワーの必要なレースになったかなっていうところですね。で やっぱり内目の方から手応えの悪くなった馬たちが下がってくるということでまあ僕がよく言うんですけれども川の流れのコーナーのところですね遠心力によって外側が流れが速くて内側が流れが弱いっていうことになるんでなので内を突いた人たちっていうのはミスっていうことになりますね。外のの方が伸びる展開だったので 基本に忠実に外へのイメージで乗らなきゃいけないような競馬だったかなっていうところですね。そして今回は1着はビッシュ2着がビブロス3着フロンティアクイーンでした。まあ勝った b i が大外いますので外から1頭ずついきますね。まずは勝ったビッシュですね。あのビッシュは 追い切り映像の感じではあんまりよくは見えなかったんですけれども成長もあんまりいい感じじゃなくてどちらかというとスピードタイプ寄りになったかなっていう感じだったんですけれどもまあやっぱりその調教映像でしかないということでちゃ,ちゃんとはっきりと見えるわけではないのでパドックで馬体を見た感じだとすんごいよく見えましたね BiSH はあのー、ちょっとその オークスぐらいの時っていうのは多少友が流れる感じがあったんですけれどもなんですけれども今のビッシュっていうのはしっかりと地面を捉えて中距離でも通用する瞬発力とパワーとスピード全てを兼ねそろえたすごい良いい馬体になってましたねまあその今後もっとスケールアップするっていうことに関してはちょっと瞬発力寄りに寄せなきゃいけないとは思うんですけれどももっとメリハリの効いた感じの まま行かせたいとは思うんですけれどもなんですけども現時点のビッシュとしてはものすごい出来が良かったんじゃないかなっていうふうに思いますし春先と比べると断然良くなってましたね確かに今回はその他の馬たちが歩くような展開で外からスムーズに回ってきてしかもオエル登崎騎手だったということでそれで着差がついたっていうところはあったんですけれどもなのでその。 今回の着差がそのまま力差ということではないんですけれどもなんですけれどもまあ今のビッシュっていうのは登崎騎手が乗るんでしたらどんな展開でもある程度は対応できるようなスピードとパワーと瞬発力を兼ねそろえた平均的に強い馬になったなっていうところですねもともとメンタルとかあとは馬体の雰囲気とか素質が高かった馬なんでなのでまあそれがいい感じに成長してそんな中で 展開もものすごい向いて、うまく乗ってっていう、そういったような圧勝だったと思います。2着のビブロスは不利を受けたんですけれども、なんですけれども、多分ビブロスが不利を受けてなくても勝ったのはビッシュだったかなっていうところですね。もちろん展開によってはビッシュが負けてた可能性はあったんですけれども、今回の出来、今回のメンバーでいうと一番強かったのはビッシュだったんじゃないかなっていう風うに思います。 もちろん戸崎守がうまいっていうのもあるんですけれどもっていうところですね続きましてクイーンズベストクイーンズベストもですねこの馬なりにすごい仕上がりが良かったですね全体のバランスとか雰囲気良かったです福島走ってた時と比べると断然良かったかなっていうところがあったんですけれども、まあ、戦前に言ってたみたいにちょっと2000メートルがギリギリかなっていうところがありますんでなので 今回みたいに入れ替わりの激しい競馬でスタミナ勝負になっちゃうとちょっと厳しかったかなっていうところがありますね。ただ、もちろん展開によっては 2000m この条件はこなせますし展開によってはクイーンズベストは馬券になってた可能性はあったかなっていうところですね。で、あとはですねその最初に言ったんですけれども今回は打ちをついちゃいけない展開だったんですよね。そこで岩田騎 内をついちゃう悪壁がありまして、それであんまり展開とか細かいこと考えるのが好きなタイプじゃないのでまあ外出す時もあるんですけれども今回はその悪壁で打ちきが出ちゃって絶対打ちに行っちゃいけない展開だったんでなのでまあそれもあそこまで止まっちゃった理由の一つかなっていう感じであそこでワンテンポ待ってビッシュの後ろから外へのビッシュよりも外に出すぐらいな気持ちで乗ってればもうちょい。 そうですね3着争いぐらいはできてた可能性はあったかなっていうふうに思いますね。エンジェルフェイス。エンジェルフェイスはですねあのー、馬体なんか見ててもいいですし、まあ、思い切りの雰囲気を見て成長したんじゃないかっていうふうに思ってたんですけれどもまあやっぱりそのレーズに行ってあれだけ入れ替わりの激しい競馬自力勝負になりすぎちゃうと。 ちょっとと足らなないいのかなっていうところですねただ時計面とかそういった面で限界があるかというとこれぐらいの時計でも多分エンジェルフェイスは走れると思うんですよねそこでマイペースでいけるかっていうことですねもしくはスムーズに2番手から楽な展開で運べるかっていうことだと思うんですけれども、まあ、今回は結構前に行きたがる馬たちが多くて 3番手4番手からの競馬になりましたんでやっぱりは,はなか2番手から競馬をするパターンと3番手4番手から競馬をするパターンとではそれだけロスがありますんで仕掛ける仕掛けどころだとか仕掛けるタイミングだとかまあ本当難しくなってくるところがあるんですよね。まあ、そういった中で 強気に乗って押し切れるほどの能力はなかったったていいうことだとだ思いますねなのでもしすんなり花を切れててマイペースで運べた場合はもっと着差は縮まってたでしょうし三着争いぐらいはしてた可能性はなきにしもあらずかなっていうところですね。まあ、やっぱりその緩急の激しい競馬というか入れ替わりの激しいような競馬っていうのはより自力勝負になりやすい傾向がありますんで。 今回は厳しかったかな？っていうところですね。まあ、ただあのあまり馬鹿にできない馬ですよ。っていうことですね。スマートルビースマートルビーはですね。ちょっとパドックで馬体なんか見てると距離は長いかなっていう感じなんですけれども。まあ、差しに回ったっていうことも良かったんでしょうが、意外とこなしてましたね。最後の方、ジリジリと足を使ってました。 結構、スタミナのいる展開になってたりとかして、まともに 2000m の競馬になってましたんで、そんな中で最後まで伸びたっていうのは、好材料だと思いますし、もしかしたら東京の 2000m とかだったら、普通にこなせる可能性はあるかなっていうふうに思いますね。今回の中山の 2000m の競馬っていうのは結構タフな競馬だったんでっていうところですね。コーナーナからタフになると、 距離に不安がある馬っていうのはなかなかこなななこここしにくいいととろがあるんででっていうところですねなので内容も良かったですし、まあ、メンバーが落ちて条件次第ではまた馬券候補になる馬なんじゃないかなっていうところですね。ファイアクリスタルファイアクリスタルはやっぱりちょっと成長の跡が見られなかったというかちょっとメンバーが強いなっていう感じですね。 ちょっと入れ替わりの激しいような競馬についていけるような感じはなかったですね。ルフォール、ルフォールはパドックで馬体見て良くなったなっていう感じで、すごい目立ってましたね。なのでここのメンバーでは真ん中より上の馬だったかなっていうところです。ちょっと着順が全然だったんですけれども、それは競馬がチグハグになっちゃったっていう感じで、最初に位置を取りすぎたっていうのが良くなかったんじゃないかなっていうところですね。 最初から後ろの方から行ってそれで外の方から勢いつけて回るような競馬ができていれば三着争いとかはできてたんじゃないかなっていうそれぐらいの雰囲気はありましたやっぱり堀ー舎でしっかりとその成長を促すようなことができてきたんでをしてきたんじゃないかなっていう感じがありますねもともと両傑で期待してた馬なんで今後はいい機種を乗せてちゃんと 馬が線意喪失しないように結構追わせるタイプだとは思いますんでなので追えるトップジョッキーを乗せてあげた方がいいかなっていうところですねエミのマイアスクエミのマイアスクはこのメンバーで芝となるとなかなか難しいかなっていうところですねパーシーズベストパーシーズベストは最後それなりにいい足を使ったんですけれども届かずっていう感じでしたね まあ戦前にその不安視してた不器用さですね不器用さが出ちゃった感じで勝負どころから入れ替わりが激しい競馬でついていけなかったっていうところがあったと思いますまあでもあれが力差かなっていう感じでこのパーシーズベストにとって一番最悪な流れっていうのはスローの用意ドンとかそういったような流れだと思うんでなので 今回の展開に関しては比較的展開が向いた形だと思います。なので、そうですね、ちょっともうちょいメンバーが落ちたところでないとっていうところはあると思いますね。ただ、その周華賞とかは京都の内回りとかになりますので、もしかしたらそのワンペース気味のスカスカの競馬になったら、こういう馬でも、もしかしたらっていうのはありますね。 またそのパドックで馬体すごいよく見えたんですけれども完成度がそこそこ高いんでなので今後急激にすごい良くなるっていうイメージも湧かない馬かなっていうところありますねあとは追わせる馬なんで追える棋士を今後は乗せた方がいいのかなっていうところもありますパールコードパールコードはやっぱりパドックでよく見えなかったですね 追いい切りのの動きを見て体の使い方が悪かったんで、これは推進力埋めないんじゃないかっていうふうに思ってたんですけれどもやっぱり出来は良くなかったです。なんか腰が入ってない歩き方というか後ろ足とか足の方は筋力がついてて鍛え上げてあるんですけれどもうまく後ろの付け根あたりからお腹、腰その辺に 踏み込みが伝達しないようなそういったような歩き方になっててなので今回は確かに勝負どころですっと前が開かなかったっていうのもあるんですけども開いてても2着争いはできなかったかなっていう感じですねうまくいっても3着争いまでかなっていう感じででこのパルコードに関しては ときで変わるる可能性あると思いますね。馬体像っていうのはあれは太めというよりかは単純に成長したっていう感じで逆に必要なところにまだ筋肉がついてないっていう感じの仕上がりだったんでなので馬体減らなくてもいいですし馬体増えても必要なところに筋肉がついたっていう形だったらある程度はマークが必要かなっていうまで,ですね。 穴を開けやすすいいとは思いますんで、なのでひとたたきでどれぐらい変わるかっていうのはパールコードに関しては注目かなっていうところですね。ビブロス。ビブロスは3コーナー前後で結構な振りを受けたみたいなんですけれどもまああの振りがなくてもビッシュを倒すのは難しかったかなっていうところですね。というのもパドックで馬体なんか見ててすごいいいんですけれども。 なんていうかゼロからスパーンとすごい切れる足を使えるっていうようなそういったような感じではなくていい足を持続的に使うっていうようなそんな感じの馬体してますねなのでその一瞬の綺麗に限界があるというかそうなってくるとなかなかビッシュみたいに自分から動けてそれなりに足を使えるような馬をさせるかというとかなり展開が向かないとなかなか難しいかなっていうところですね ただこのビブロスに関しては本当にだんだんと競馬を覚えてサスケはを覚えさせたことがすごい好転してていい感じになってきてますんで京都の内回りだったら穴を開ける可能性は普通にあるかなっていうふうに思いますねまあそこそこ穴人気はするんでしょうけれども、まあ、人気にそうしたそれなりのいいところはあるかなっていうところですね 霧島,霧島王女はちょっと距離云々よりも仕上がりはちょっとまずかったかなっていう感じで距離も短い方がいいんでしょうけれどもっていう感じですねファータグリーンファータグリーンはですねやっぱりパワー不足でちょっとメンバーが強いなっていう感じですね途中からスッと動いていったんですけれどもあれで粘り込めない辺りはちょっとパワーが足りないかなっていうところですね ああいう乗り方ってすごいいいんですよ。あの結局マイペースで動いてるんで他の馬たちにペースを合わせるっていうのは結構馬にとって辛いんですけれども自分から動いていくっていうのは意外と馬は楽なんでなのですごい楽な競馬をしてあそこまでかっていう感じですね。田辺騎士は上手はうまく乗ったと思います。ウィン・ファビラスウィンファビラス。 パロックで馬体見たら仕上がりはそんなに悪くないんですけれどもいかにも距離が持たなくなってきたなっていう感じですねなので1 0 0四1 0 0に路線変更した方がいいかなっていうふうに思いますねまあその競馬によっては 2000m こなす可能性はなきにしもあらずなんですけれどもベストは どれぐらいかというとやっぱり短い距離なのかなっていう感じになってきてますね。シーグザ・フューチャー。シーグザ・フューチャーはいくら差し追い込みの競馬だとはいえ仕掛けが遅すぎましたね。最後ちょろちょろと足を使ってたんですけれども、まあ、他の有力馬たちがスッと上がってった時にさすがにあそこで仕掛けないと、まあそこから3着に来るには相当切れる足がないとっていう感じはありましたね。 でこのシー,シーク・ザ・フューチャーっていうのは馬体の雰囲気とかすごい良くて素質はあるんですけれどもまあ思ってたほど馬体が成長しなかったなっていう感じでオークストライアルの時よりかはましになったんですけれどもなんかもっと雄大な馬体になってほしいなっていうところですねまあ成長精神面に関しては成長の跡が見られたんですけれどもまあ 新馬戦の時の方がシーク・ザ・フューチャーは馬体の感じは良かったかなっていう感じでもっと良くなってほしい馬だなっていうところはありますね現時点ではどちらかというと力のいる芝の方が合うのかなっていうところもありますギモーブ部モー部は致命的な不利を受けて競馬が終わったんですけれどもパドックですごい馬体が目立ってましたねあのこの義母部に関しては 春の時点ではそんなに素質はないんじゃないかっていうふうに思ってたんですけれども今回本当成長の跡が見られましたねすごい雰囲気が良くなってるんでちょっとメンバーが落ちて次のレースの時にパドックの雰囲気が良ければ狙ってみたい馬だなっていうふうに思います疑問部注目かなっていうところですベアインマインドベアインマインドはやっぱり ちょっと平均的なスピードとか器用さなんかも足りないですしまあこれだけ入れ替わりの激しい競馬になったらここまでかなっていう感じですごい展開が向いてうまくいけばっていう程度だったかなっていうところですねただそうですねパワーとしぶとさなんかはありますんでなので力のいる芝とかあとは条件次第ですね 持持続的にに足をを使えるるっていうう強みを生かせるような競馬に持ち込めフロンティアクイーンフロンティアクイーンは3着したんですけれどもまあ本当はあれだけ恵まれてあそこまでかっていう競馬でしたねまあ道中とか内目の方ですねコ,コーナーのところ内目の方を通ってたんですけれども4コーナーのところですっと外に出せたんですよね あれっていうのは本当一番楽な競馬で内から外へっていう競馬ができたんで、まあ、それなりに強い馬だったらせめて2着争いぐらいはしなきゃダメだったんですけれども、まあ、あの辺がフロンティアクイーンの現時点での実力なのかなっていうところですねで、まあ、やっぱこのフロンティアクイーンは戦前にも行ってたんですけれどもどちらかというと 左回りの方がスムーズに競馬しやすいタイプかなっていうところがあってなんか右回りだとうまくごまかしながら回ってきて全てがうまくいかないとっていうところはあるのかもしれないですあとは OL 機種の方が合うかなっていうところもあるんですけれどもまあ現時点では左回りの方が多少走りやすいのかなっていう感じで右回りはこなす程度かなっていうところですね まあ右回りだともうちょい短い距離の方が走りやすいかもしれないですね。月下校。月下校はですね、バタの雰囲気とかそんなに悪くなかったんですけれども、このタイプはですね、あんまり花切る競馬が合わないと思うんですよね。まあこれは馬体面、馬の本質っていうことになってくるんですけれども、前に馬を置いて、ためながら、ごまかしながら回ってきて、 ビュとと足を使うよううよな競馬の方が合うタイプだと思いますちょっと花切っちゃうとコーナーからなし崩しに足を使っちゃう可能性が高くなっちゃうタイプというかなのでそうですね今回は控える競馬もしくは後方からでもいいんでとにかく足を貯める癖をつけた方が今後のためにはいいかなっていうふうに思いますね。まあ、確かに展開が厳しくて他の馬たちに早めに来られたっていうのもあるんですけれども。 確率を言うと控えて刺す形を覚えさせた方が馬は良くなるかなっていうふうに思ってます島根県住みます芸人というのはやっております吉本興業の abcd E いゆかげんという込みの東の滑と申しますセントウルステークスと京成杯大多摩ハンでの結果分析間外のことは後でアップロードしますすいません失礼します